人生は祭りだ。わっしょーい、しまこでーす。今日は晩酌ということで、いろいろ買ってきました。はい。おつまみを作って晩酌していきたいと思います。ぜひお付き合いください。一緒に食べよう。一緒に飲もう。珍しくおしゃれに生ハムなんて買ってみたので、ちょっといつもよりもなんか、おしゃれにいけるかなと思います。これは北海道クリームチーズ大容量のやつ買いました。じゃあエプロンをして。まあ作るって言っても切るだけですけど。できました。じゃ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 、結構豪華、おしゃれじゃない？わーい。はい、それではいただきましょう。いろいろ追加されました。これはね、サブレ、ココナッツサブレです。クラッカーがなかったのでサブレにしました。そしてポテトチップスとさやえんどう、もうおつまみだよね、完全にね。結構豪華だよね、今日ね。冷蔵庫にツナもあったので、ツナも用意しました。まずはビールで乾杯しましょう。はーい。では、いつもありがとうございます。そして今日もお疲れ様でございました。お互いに疲れを取りましょう。乾杯。美味しいです。はい、ではではいただきます。まずはやっぱ生ハムいきたいよね。クリームチーズ巻きましょう。生ハムに北海道のクリームチーズ巻きましょう。巻いて巻いて。ドレッシングはあるんだけど、生ハムも塩気があるので、このまま食べてみます。いただきます。なんかワインだよね、これ。ワインが飲みたくなる。うーん、し、生ハムの塩っ気とクリームチーズの超濃厚まろやか北海道クリームチーズ、これ美味しい。スーパーで買ったんだけどね、 400g で590円だったかな。まだたっぷりあるもんね。これは美味しい。うん、これも美味しい。うん、最高。次アボカド行ってみよう。生ハムに、もう生ハムがそのまんまでも美味しいもんね。まあ行って、ドレッシングちょっとだけ、はい、ちょっとかけていただきます。はーい、いただきます。うん、何これ、とろうまい。バター、森のバター、うーん、おいしい。うん、生ハムの塩っ気とアボカドもクリーミーで、でドレッシングがちょうどいい酸味があって、おいしい。合うわー。どんどん食べていこう。いやー、これはいいわ。ごちそうだね。トマトとクリームチーズドレッシングかけましょう。ちょっとだけピュッとかけるね。これ本当に美味しい。はい、トマトとクリームチーズ。これ飲み込むのがもったいないくらいに、もう口の中が天国になってる。これ奇跡だよ。すーごい美味しい。トマトとクリームチーズと生ハム最高に美味しい。じゃあちょっとね、クラッカーの代わりに、これバターサブレなんだけど、バターサブレにクリームチーズ乗っけてみようかな。ちょっとだけドレッシングをかけてみると。じゃあこれいただきまーす。
この甘くてバター感の強いサブレと、このしょっぱい系のクリームチーズドレッシングがね、合う。プリッツのバターローストみたいな、甘じょっぱが好きな人はいけると思います。これは最高。なんか高級ラウンジでのこの内容みたいなね。おいしい。あ、ツナもあるから、じゃあツナも巻いてみます。クリームチーズいきましょう。ツナとクリームチーズです。あ、ドレッシングもかけて、でこのちょっとがね違うんだよね。はーい。もう笑いしか起こらない。上手。おいしいわ。ポテチ、なんか純粋なポテトチップス塩味の、久しぶりに食べた。おいしい。今日実は撮影で2回コメダさんに行ってきたんですよ。コメダコーヒー店さん、私の大好きなコメダコーヒー店さん。いつもは、ちょっと待ってね、ごめんね。いつもは朝一に行くから割と空いてるんだけど、今日はね割とお昼時間11時過ぎぐらいに行ったんですよね。モーニングちょっと終わったぐらいの時間帯に行ったらすごい混んでたんですよね。なんかすごいお店お忙しそうにしてて、まず1店舗目行った時に、あの私が入った時にね、皆さん忙しそうで認識されなくて、いつも何名様ですかって聞かれて、一人ですって言ったら、お好きな席どうぞって言われるんだけど、誰も気づいてくれなくて、まあいっかと思って席見つけて席に座ったんですよね。そしたら後から入ってきた人たちがこう私の横とか前とかに座ったんですけど、そちらの方にはいらっしゃいませとお水来るんだけど、私認識されてないからお水とかおしぼりが来ないわけ。で、それで、ピンポンって鳴らして、注文来てくださった時に、あれすみません、お水すぐお持ちしますっていうのがあって、いえーっていうのがあったわけなんですよ。で、それから、しばらく時間を置いて、今度はね、ちょっと別の用事をしてから、また米田さんに撮影に行ったんですよ。そしたら、別の店舗だったんですよね。で、別のその店舗で撮影したらね、また同じ現象が起こって、こう皆さんお忙しそうで、私を認識されてなくて、で、ピンポーンって押したら来てくださって、店員さんが来てから私がすいません、一人です。もう勝手に座りましたって言ったら、あ、すみません、すぐお水をお持ちしますっていうのが、2回連続してあって、なんか面白くないこれ。その2回連続してっていうのが、初めだったら、あ、なんかたまたまかなと思って、2回連続するってことは、なんかそういうモードに入ってるんだろうね、なぁと思って、私、透明人間になったというか、こう、自分が、なんだろう、オーラを消してるというか、自分が完全にオフモードっていうか、気楽モード、本当に、なんて言うんですかね、すごいのほほんとしたこうエネルギーがすごくね、軽くて気づかれないのかなみたいな、透明人間になっちゃったのかなみたいな、そんな感覚はありましたね。ででもすごく店員さん優しくて、ね、ごゆっくりどうぞとか言って、すごく帰りもね、どうもまたお越しくださいってすごくね優しく言ってくださって、全然すごくね心地よい時間を過ごさせてもらったんだけど、なんか人生って面白いな、そういうステージっていう、そういうステージってあるよなと思って。でもこれ多分前の私だったら、なんで気づいてくれないんだろうみたいな、私だけなんで気づいてもらえないんだろうとかって前だったら思ってたと思うんだけど、今日の私が、あれ私透明人間になっちゃったかなみたいな。
随分楽観的になったなと思って、私透明人間になれてるのかもって思って、自分のこの意識をこう自由自在に消せるようになったのかなみたいなさ。なんか本当に酔っ払ってないよ、その時はね。なんか純粋にそう思ってしまって、なんかすごくね、なんか面白いなーって思いました。そんな、そんな話。うん。あー、美味しい。全部美味しい。オレンジ食べようかな。なんかね、最近無性にオレンジ、自分の中でオレンジジュースが飲みたいとか、オレンジが食べたいっていう欲が最近あってね。はい。こんな感じ。いただきます。これこれ。うん。米田さんの季節のケーキで、完熟オランジュっていうね、氷点下ショコラ、あれ食べたじゃないですか。動画も上がってますけど。もしかしたらあれが引き金かもしれない。なんかオレンジ、完熟オレンジがすごくなんか自分の中でマイブームになってます。美味しい。やっぱね、あって食べたいと思った時に食べるのが美味しいよね。そう、自分が食べたいと思った時がその旬なんだよね。で、その自分が食べたいと思ったというと、何年ぶりかにこのたくあんを食べたくなってたくあんも買っちゃったんですよ。どんぐらいぶりだろうと思うけど、いただきます。これこれ、懐かしい。やっぱ食べたいなと思った時に食べれるのがいいよね。で、何気にこのたくあんって、いぶりがっこってね、東北の、茨城じゃない、秋田の、いぶりがっこっていう、お漬物ありますよね。で、いぶりがっこクリームチーズっていうのも結構、東京にいる時に結構居酒屋で食べて、私すごいハマったんですけど、合うんだよね。こう、漬物たくあんと、クリームチーズが意外に合うんですよ。本当にお酒のおつまみにね、ぴったりなのこれ。普通の黄色いたくあんにクリームチーズ合わせたの初めてだけど、めちゃくちゃいけます。これやってみてください。本当に美味しい。じゃあどんどんアボカド、クリームチーズと生ハムは最強ですね。ツナ、トマト、全種類いってみましょうか。全種類ドレッシングもかけて、キャー、これは贅沢巻きだ。全種類、はい、いただきまーす。たまりません。おいしい、おいしい。ということで、とりあえず全種類はいったかな。これ全部食べ終わるまでやってると1時間コースになっちゃいそうなので、いや、このあたりにしておこうかな。動画の方はこのさ、さやえんどうのさ、このスナックさ、私初めて食べたのが小学校か中学校ぐらいだったんだよね。そのくらいで出てきたと思うの。うん、まだ小さい時はこれなかったと思う。なんだっけ、ビーノっていうお菓子初めて食べた時に、なんだこんなうまいのって感動した記憶がある。やっぱりね、それだけ美味しいから、もうそれからね、35年ぐらい経ってるわけも、ロングセラーだよね。いろんな会社さんがね、この似たようなのを出してきてらっしゃいますしね。ありがたいね、こうやって開発していただいてさ、それにあやかってさ、美味しいものをいただいてさ。ということで、こちら島子の部屋では、40代の今のところ独身一人暮らしの島子が、
日々の幸せな食事を楽しむ、そんなね、ハッピーなオーラいっぱい出ている、そんな一緒に幸せを分かち合えるような動画をこれからも発信していきたいなと思っております。ぜひこれからも島子のハピ飯、一緒にお付き合いしてもらえたらとっても嬉しいです。一緒に美味しく楽しく幸せなご飯、ハピ飯していきましょうね。気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をしていただいて、またお付き合いくださいませ。それではまた次の動画でお会いしましょう。人生は祭りだ。わっしょーい。ありがとう。また明日もいい日でありますように。バイバーイ。ありがとうよりもっともっと。次は何を飲もうかな。